改めまして本日のゲスト、エグザイルの TAKAHIRO さんです。TAKAHIRO さんってさ、エグザイルの中でなんかちょっと異色っちゃ異色だよね。もう失礼な言い方がまがらないけど、ヒゲ黒いみたいな。そうそうそう、ね、エグザイルね。なんかね、うん、でもなんか僕そんなに多分単体で見ると、うん、そこまで色白ってわけではないんですよ。ああ、みんなが周りが黒いから黒いんで、うんうん、あの最初にエグザイルに加入させてもらった時の新聞の見出しとかも、はいはいはい、あの新ボーカルは色白って書いてあったりとか。特徴はやっぱそこだったんだみたいな。決してそんなに、あ、まあそうやね、九州出身ですし、そんな色白なタイプではないんですけど、メンバーがやっぱみんな黒いもんね。基本黒いんで、うん、自分もじゃあ焼こうかなとかとも思わない。その日焼けサロンに行ったりとかっていうのはめったにないですね、うん、あの海外行った時とかに焼くんだ、焼いたりとかはあります、うん、ぐらい、はい、ヒゲは、ヒゲはなんかあんまり生えないんですよね、ちゃんと。あら、生やそうとしても、うん、はい、なんか、うん、あの顎のこの真ん中のあたりがちょっと、はい、なんていうんですか、割れるというか。あ、こうなの。そうなんです、ね、中国の皇帝みたいな。そう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 、ああいう生え方。いわゆるあんまパフォーマンスもしないでしょ、はい、踊ったりっていうのも、はい、でもほら後ろで先輩とか、なんだったら社長もノリノリで、うん、踊ってるわけじゃない。汗だくで。社長やもんな。いや、あれが、まあ、それが仕事ですからね。それが仕事だからね。社長が一生懸命、ね、汗だくで踊ってるのに、ほら、あなたこう涼しくクールに歌ってるわけだよね。あれは、まあまあね、あれはやっぱちょっとあの、冷めた目で見てんの。あ、また今日も動いてるぐらいの。いやいやいや。結構ライブとかでは僕らも汗かいてるんですよ。うん、でもやっぱテレビ収録とかって、まあ1曲だけだったりして、それでもやっぱりパフォーマーってこう日頃、すごいあのアスリート並みのトレーニングしてても、うんうん、やっぱこう集中して本番になると、うん、あのアドレナリンがやっぱり出るのと、うん、すごい汗かいて、うん、でも終わったら歯入ってるんですよ、うん、ぜいぜい言ってるじゃないですか、うんはい、で僕と会ってたんだけど息はまあそんな切れてないそう、ね、ところでやっぱりちょっと気まずいというか、うん、居心地悪い感があるんで、うん、あの少しこうみんなと合わせて、うん、別に切れてないんですけど、うん周りはお前がなんでやねんってなって、なんかこう、うまく溶け込んでみんなが、はい、いやもうハーハー言ってる中に、うん、いや緊張したとか言ってさらっとはいけないんで、確かにねちょっと声を出しすぎたみたいな雰囲気だね。そうですね、疲れるっていう、はい、なんか一人だけ楽屋違いそうですもんね。あ、いや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 、あ、一緒です。なんか淳さんとかはボーカルだけどなんかこうダンスチームにこう、そう、ね、馴染んでる感じなんですよ、うん、で TAKAHIRO さんはなんか別室の別の個室の楽屋でこう、うん、本番前ずっともいや、ちょっと待ってください。そんな遠側ぐらいにいそうだな。ほんで高橋さんそろそろお出番でやつになったらはいって言ってなんかゴンドラかなんか乗ってピューンと降りてくるんで、あのだって言ったのでそうね、楽屋に置いてあるケータリングもさ、やっぱほらあのパフォーマー酸素とかさ、ああプロテインとかね。でも高橋さんのところは多分せんべいとかね、なんか甘い、そう、モンブランとかね、主にポタポタ焼きとかが置いてありそうな可愛らしい感じのケータリングが、まあ、確かにポタポタ焼きは置いてありますあるんだ。でもそう考えたらそんなジム行かなくてよくない。いやでもやっぱり鍛えることだったりとかってのは好きなんで、あ、はい、あの逆に言うとパフォーマーのおかげでこうライブ前とかもしっかりそういう器具が置いてあったりとかするんで、うん、あやかって僕らもやらしてもらったりとか、でもやっといた方がいいんじゃん。コンサートとかでさ、うん、なんか薄いのとかボーカルも着るやん。一人だけ腹ボコンと出てくるなんか変じゃない、はい、なるほどね。TAKAHIRO さんも全くダンスのレッスンはしないんですか、うん、ちょっとちょしないっすね、ダンスは全く、はい、でも踊れるでしょ、ちょっとは。いや、踊れないです。え、全く踊れないです。だからなんかこう一線引いてるよね、EXILE からだからなんかやっぱステップにして、はい、後はソロでということだよね。まあいい返事は返事はいい、まあ、そういや返事させろよ。 EXILE 職があまりにも薄すぎてね、あのいつでもこうあの独立できますよというようなね、いい返事いや言い訳させてやれ、何にも言うてない。言いづらいだろ。こんな嫌な人でしたっけ。